お疲れ様です。ニオです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、先日ねブロンコね遊び行った時にドアのねランクル40のドアのねパッキンがもう全然ダメで前の人がね隙間テープみたいの貼ってあったんですが、それもですねもうちっちゃくなっちゃってね風化してボロボロになってね全然隙間風がビンビンだったんで、ブロンコ行く時にコメリでねまたパッキン変えようかなと思って、ブロンコでね、遊びながらちょっとね、駐車場でやらせてもらおうかなと思って、まあ、パッキン材とか、シール剥がし材とかをね、購入して上がったんですね。で、まあ、その時に、まあ、パッキンの交換をしたわけですね。まあ、それは動画に撮んなかったんですが、まあ、とりあえずウェザーストリップを購入するまでの間、それで乗り切ろうみたいなね、感じでね、とりあえず隙間風がすっげー寒いんですよ。高速道路とか乗ると、中せっかくあったかい暖房が出てんのに、それがね、全部出てっちゃってね、もうビンビンに寒いんですね。もう外にいるのと同じぐらい寒いんですよ。で、まあ、だからとりあえず仮に、乗れるようにね、パッキンのし、パッキンの代わりにですね、隙間テープを買って、貼ったというね、剥がして、汚いやつを、古いやつを剥がして、で、その時にね、新しいものに交換したっていう感じなんですが、そうしたらですね、その時にね、これを買ったんですよ。パーツクリーナーとかね、ウエストとかいろいろ買って、コメリで買って、ブロンコに上がってったんですが、これ、テープ剥がし剤。で、前にね、40購入しましたっていう動画をね、撮った時に、シリコンをね、ぐるぐるって打っちゃってるっていう話してて、建築用のね、シリコンコーキング剤。ホームセンターでね、一番安く売ってるものがあると思うんですが、それをね、打っちゃってあって。で、まあ、これと剥がすの大変だななんてね、どうやって剥がそうかなって思ったのも事実なんですが、この人はですね、これをたまたまね、この間買って、で、さっき気づいたんですよ。これ、もう他に何が剥がれるのかなと思ったら、シール、ガムテープ、両面テープ、接着剤等の糊の残り、チューインガム、シリコンコーキング、ウレタンフォーム、グリース、タール等のベタベタ汚れ、ひどい油汚れをすっきり除去します。って書いてあるんですよ。落ちるのかっていう感じなんですが、多分ね、建築資材舐めるなよって思うんですが、まあでもね、書いてあるからね、絶対溶けたり、薄くなったりはすると思うんで、ちょっとね、本格的には剥がさないんですが、一部ね、ちゃんと落ちるかどうかね、40、今、コーキング打っちゃってるとこ、ちょっとだけね、取ってみます。して、もしね、スクレーパーとかで取った後にちょっと残ってる分とかを、とか、少し柔らかくなって取りやすくなるんだったら、これいっぱい買ってビュンビュン吹きつければいいかななんてね、ちょっと思ってるんで、ちょっとどうなるかわかんないですが、ちょっとね、これ試してみたいと思います。はい。今日はね、そういう実験的な、もしかしたらね、40にとってね、未来が見えるようなね、そんな動画になるかなと思うんですが、ちょっとね、試してみます。よろしくお願いします。はい、では早速ね、これをね、落ちるかどうかね。
全然取れないな。全然取れないですね。これ？はい。こうキック。ああ、これはね、なかなか取れないんだよ。落としって書いてあるのに全然無理ですね。あのね、はい、これすごいでしょ。はい、で、上からサランラップを巻いて、はい、30分から1時間ぐらい置いとったら、はい、取れるかもわかんない。あ。蒸発しない、サランラップを。はい。強いんですね。それかもね、ナイフで擦る音ですかね。これがやっぱ旧式だけど、これが一番ですね。そうそうそう、それが一番です。それがでね、はい、そう、少しずつ少しずつ、うん、少しずつね、はい、うん、コーキング剤でやってるんだよ、はい。お疲れ様でした。コーキングがね、取れろってね、祈ってくれた人ね、ありがとうございました。でもね、撃沈です。もう全くね、全然歯が立たないですね。少しはね、柔らかくなる風ですが、まあ、サビの上にね、塗っちゃってるんで、スクレーパーで擦ってもね、サビに当たっちゃって、綺麗に取れないんで、薄く残ったものとかね、剥がしながら、ポロポロ落ちていくものを、オイルに包み込んで、もう一回ね、ボディとか、その辺に付着するのを防ぐ目的であれば、効果はあると思うんですが、溶かして取れるとはね、また違う感じでしたね、やった感じはね。まあ、あんなもんにね、あんなスプレー缶に入ってるものぐらいにね、建築資材がね、負けちゃったらね、雨漏りとかね、そういうものに一切使えないんでね、はい。シリコンコーキングといえばね、結構耐薬品とかね、そういう効能もね、多少はあると思うんで、まあ、なかなかね、剥がすのはやっぱね、難しいかもしんないですね。まあ、パネルであればね、もともとサビの上から塗っちゃってるところであれば、まあ、サビの部分切り取って、ピース作ってね、溶接して、サンディングしてね、
塗装するとかにしていこうかなと思っています。で、一番問題はね、ルーフの辺のやり方ですよね。あの辺はね、もう FRP のとこは丁寧に取ってあげないといけないし、その受けてる部分ですね、の金属の部分もね、切り取っちゃうわけいかないんで、まああの辺はね、ちょこ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 ね、やってくしかないですね。まあワイヤー、ステンレスのワイヤーのカップブラシとかね、ガンガンかければ取れるのかなとかね、思ってるんですけど、とりあえず FRP は弱いんで、ルーフをね、外してからでしょうね。はい、ちょっとね、ため息しか出ませんが、まあめげずにね、頑張っていこうと思います。で、まあ軽くですね、今回ね、8月に購入してからずっと放置してあったんですが、ダメなとこがね、結構ね、まだまだたくさんあります。パワーステーポンプもね、シール類交換してあるって言うんですが、まだね、高圧側のホースか、リターンではないんですけど、漏れてますね。はい、吹いてます。パワーステオイルが、ほとんどね、入ってない状態だったんで、漏れてると思いますね。で、まあ、今回ね、ブロンコ行ったりして、初めて買ってからね、300キロぐらい走ったんですね。で、まあ、走るのにはね、まあ、支障がない感じですね。ブレーキも効くし、ただクラッチももう多分ダメですし、クラッチの中でね、なんか変な音してるな感じですね。まあ、マフラー関係はね、まあ、作り直しちゃってもいいんですが、まあマフラーもね、錆びててダメですし、あと、噴射ポンプね、軽油滲んできてますし、大したことはないんですけどね、温まれば止まっちゃう感じなんで、どっかのオーリングなんでしょうね。で、フロントの、アクスルのところから、デフオイルがね、滲んできてます。まあ、結構ね、デフオイル臭がすごいんで、まあ、左側かな？うん。結構飛び散る感じになっちゃってんのかもしんないですね。まあ、今回2月の車検はね、結構ね、厳しいかもしんないですね。はい。まあ、とりあえず、期間をね、ちょっと見てみて。あんだけオイリーだと、ちょっとね、難しいんで、一回ね、洗浄して、もう一回ね、漏れてるところをね、特定しないといけないと思うんで、まあその辺ちょっとね、やっていこうとは思います。で、ちょっとね、強めのね、業務用洗剤買ったんで、まあそれをね、5倍で薄めたのをちょっとかけて、まあ塗装はね、おかしちゃってもまた塗るんで、まあそれでやっていこうかなと思うんですが、まあ、ね、40乗りの方、ちょっとね、尊敬しちゃってます。はい。もうすごいんだな、と。いろいろね、多分、手加えてね、大変なんじゃないかなとは思いますが、私もその仲間入りにしたくてね、買ってしまったんで、まあ、なんとかね、自分で努力して少しずつ、今よりはね、良くしていこうと思っています。はい。まあ、今回はね、どうしようもない動画になってしまいましたが、残念な結果にもなってしまいましたが、まだね、いい薬品あるかどうかね、ちょっとね、探して試してみたいと思います。はい。今回もご視聴いただきまして、ありがとうございました。